まほろばの陣立てようこそ。2022年9月1日、信長の野望新生のタイトルアップデートが行われました。今回はアップデートの内容についての所感を述べる動画となります。またそれと合わせ過去作の同時期のアップデートとの比較もしていきます。なお私の信長の野望シリーズのプレイスタイルは以前の批評の動画で説明していますので、どんなプレイヤーが以降の所感を述べているのかはそちらを参照していただければと思います。当チャンネルでは今後も新生の最新情報を都度紹介していきます。新生に興味のある方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。早速ですがアップデートの中身を見てみましょう。機能拡張調整については、合戦の演出の有効無効設定の追加、敵勢力からの仲介頻度の調整、味方軍団の状況を行動リストに表示、貢ぎ物の中止理由を表示するように調整、貢ぎ物が実行可能な条件を調整、停止不具合の修正についてはセーブロード画面で停止することがある不具合を修正、不具合修正についてはその他不具合誤字などを修正となっています。率直な感想として、正直非常に肩透かしかつ残念なアップデート内容だなと思いました。後ほど述べますが、想像以降のアップデートの流れを見ていると明らかに内容が少ないです。それぞれ細かく見ていきます。合戦の演出の有効無効設定の追加については発売初期から言われていた部分ですね。ここに関しては追加されるのは分かりますが、最初から搭載していてもおかしくない部分です。演出を見せたいという開発陣の気持ちは分かりますが、なんでなかったんだろうと思います。敵勢力からの仲介頻度の調整については、敵勢力に侵攻しても仲介して停戦、停戦明けに再び侵攻したら再度仲介されて全然ゲームが進まないという現象がありました。敵勢力同士も行っているのかもしれませんが、プレイヤー勢力にはかなり頻回な印象でした。プレイヤーもやろうと思えば同じことができてしまうので調整が難しいかもしれませんが、気持ちよくプレイできないレベルで仕掛けられる時もあるためしょうがないかなと思います。そもそも仲介が信用40でできてしまうせいな気もするので、倍の80くらいにすれば AI プレイヤーともに乱発できなくなる平等な調整でちょうどいいんじゃないかと思うのですが、味方軍団の状況を行動リストに表示する、これは軍団の状況が把握しやすくなりました。敵勢力に攻め込まない理由を教えてくれるので、どう対応すればいいか分かりやすいです。これに関してはありがたい機能拡張ですが、やはり初めからあってもとは思います。貢ぎ物関係の2つは原因不明で中断されるという現象が頻発していたためだと思われます。今回のアップデートで中止理由が表示されるようになり、原因が分かりやすくなりました。貢ぎ物が可能な条件を調整したとのことだったので確認してみましたが、詳細は不明です。敵士の勢力にはできなくなったのかと思ったのですが、敵士で可能な勢力もありました。鈴木重秀は織田信長が剣を武将になっているので、むしろできないと思ったのですが、鈴木家長宗我部家の違いは維新くらいなので、敵士プラス維新差の調整なのかもしれません。セーブロード画面で停止する不具合は私は当たったことがないので分かりませんが、こういった不具合は原因が分かった時点で修正した方がいいんじゃないかと思います。その他の不具合誤字などを修正、今までの作品は大抵最後にこの記載があります。毎回思うのですが、これはちゃんとどういった部分を修正したのか書いてほしいですね。またアップデートの副作用なのか分かりませんが、イベント鑑賞が全開放されていました。イベントに関する不具合や合戦関係の挙動が一部修正されたとの情報もあるようですが、記載がないと確認が取れないので調べようがないのがもどかしいところです。もちろん修正してもらえること自体はとてもありがたいことです。そこは間違いありません。書かなくてもいいような本当に小さい部分の修正なのかもしれませんが、全て記載した方がユーザーにとってはありがたいですし、開発陣の姿勢も伝わると思います。伏せて修正するより素直に、実はこういう不具合があったので直しましたという方が好感が持てると思うのは私だけでしょうか。個人的に非常に残念だったのは BGM に関しての調整がないことでした。批評の動画の際にも述べたのですが、新生は BGM の音量設定が明らかにおかしいです。実際に見ていただければすぐにわかると思うので、わかりやすい場面をご覧ください。
ゲーム画面と設定画面で音量が明らかに違うのがわかるかと思います。本来は設定画面で流れている音量が正しいのだと思うのですが、どういうわけかゲーム画面になると音がすごく引っ込んでしまいます。ゲーム画面では音が小さすぎて、せっかくのいい曲がものすごく聞こえにくい状態になっています。わざわざ BGM、SE、ボイスとそれぞれが設定できるのに、なんでこんな変な仕様なのでしょうか。今までの作品はこんな変な仕様にはなっていなかったので、早く戻してほしいです。ゲーム自体のバランス調整などはそう簡単にはできないと思うので、100歩譲るとしても、この BGM の仕様についてはそんなに難しい修正作業ではないと思うのですが、次に想像以降の作品とのアップデートと比較をしていきます。なお比較をするのは初めて大きめのタイトルアップデートがあったものと比較しています。ワンデーパッチや発売直後に致命的な不具合だけを修正したものは省いて考えています。まずそれぞれの作品の発売日と初回の大きめのアップデートがあった日付をご覧ください。大抵の作品が1ヶ月前後で、その点に関しては申請もおおむね同じペースとなっています。想像無印については、 Steam への移行や対応ハードが移りゆく過渡期だったと思うので、発売からかなり遅れてのタイトルアップデートとなっていたんじゃないかと推測します。最初に想像無印のアップデート内容です。発売が2013年12月12日で、最初の大きなタイトルアップデートは2014年の2月20日です。発売から2ヶ月以上とかなり長く間を空けてのアップデートでした。アップデートの内容自体はそこまで多くありませんが、市場勢力プレイの追加、従属プレイの追加などシステム面に関わる内容のアップデートもありました。作品を通してのアップデート自体もそこまで頻回には行われていませんでした。先に述べたように、想像は対応ハードの過渡期でもあった作品だと思います。初期は Steam の製品番号の認証が週に1回という頻度であり、すごく面倒だった記憶があります。そのためアップデートの対応もまだ不慣れなところがあったんじゃないかと推測します。次に想像 PK のアップデート内容です。発売が2014年12月11日で、最初の大きなタイトルアップデートは2014年の12月24日です。発売から2週間未満と非常に早いアップデートでした。内容も機能拡張が多く、新規勢力作成を目玉に様々な機能の追加がされました。 PK なのでベースがある程度できていたからということも理由かもしれません。作品を通してのアップデートは発売から4ヶ月間はかなり細かく行われていました。ただやはり大きめのタイトルアップデートは月に1度という感じですね。このあたりから以降の大きいアップデートは月1回という流れができている印象です。次に想像戦国立志伝のアップデート内容です。発売が2016年3月24日で、最初の大きなタイトルアップデートは2016年の4月27日です。約1ヶ月でアップデートが行われ、やはり大きめのアップデートは月1回が鮮明になります。戦国立志伝は初動のサポート対応が本当にひどいもので、相当叩かれていた記憶があります。機能追加、不具合修正が多くされたものの、負の感情が渦巻いていたような気がします。美しい夕日という言葉に失笑とともに頭が痛くなる方もいるのではないでしょうか。約半年間アップデートが行われましたが、消化不良感が強かったというのが個人的な印象です。面白くなり得る土台はあったものの、そのままアップデートは打ち切られてしまいました。次に大使無印のアップデート内容です。発売が2017年11月30日で、最初の大きなタイトルアップデートは2018年の1月9日です。1ヶ月と10日程度でのアップデートでした。大使の初動もひどく、ここで無印はもう買わないと決意した方も多かったと思います。全ての決戦を操作しなければならず、プレイの引き延ばしが凄まじかった記憶があります。また内政が本当にすることがなく、私もこれがゲームかと思ったものです。機能追加はいろいろありましたが、そもそもがひどすぎたのでどうしようもなかったかもしれません。作品のアップデート自体はかなり多いように見えますが、やはり大きいものは月一度でした。対応するハードが増えた分、それぞれに対応するアップデートが多かったのだと推測します。全体的に明らかにスマホ版を意識したような作りであり、本当にひどいゲームだったと思います。次に大使 PK のアップデート内容です。発売が2019年2月14日で、最初の大きなタイトルアップデートは2019年の3月14日です。ちょうど1ヶ月でのアップデートでした。大使は PK になり、良くも悪くも根幹の部分がかなり変わったように思います。単純に機能が追加されただけではなく、正直劣化したと思う部分も多くありました。
アップデートでいろいろと機能追加調整がされましたが、もうそもそもの土台が土台なので、無印と比べて明らかにアップデートの回数も減り、相当絞って行った感じが見て取れます。改めて見てみると、作品自体を捨てているんだろうなというのが非常に分かりやすいですね。最後に再び新生のアップデート内容です。発売が2022年7月21日で、最初の大きなタイトルアップデートは2022年の9月1日です。約1ヶ月と10日程度でのアップデートで、スケジュール的にはいつも通りではあります。しかし、この内容の少なさはどういうことでしょう。他の作品と比べて明らかに少なく、大きな機能追加などもありません。お盆休みがあったとはいえ、他の作品を見るともう少しいろいろできたのではと思わざるを得ないようなアップデート内容だと思ってしまいました。勝手に期待してしまっていた私が悪かったとは思うのですが、本当に頑張ってほしいです。個人的に新生は面白くなる要素がたくさんある作品だと思っているので、しっかりとアップデート調整をして作品を仕上げていってほしいと強く思います。毎作思っていたのですが、開発陣の方はぜひ今どんな不具合があるのか、今後どういった予定で修正するのかといった現在の状況や今後のロードマップを発信してほしいと思います。これが分かるだけでユーザー側としての安心感が違いますし、待つ気持ちが楽になります。何をいつ修正するのか分からない状況で何の告知もないのは結構辛いものがあります。今回のアップデート、皆さんはどのように感じたでしょうか。いろいろな感想、意見を見聞きするのは楽しいので、ぜひコメント欄にお寄せいただければと思います。また質問などあれば分かる範囲でお答えしますので、合わせてコメント欄へお寄せください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。